計画を再開しよう。なんと無様な姿だ、ザマス。一体何があったというのだ。私たちはとんでもない思い違いをしていたようだ。人間はただの虫けらではない。油断していたら私たちの理想はつゆと消えてしまうぞ。仕方がない、遊びは終わりだ。無知ゆえに神を冒涜し続ける人間どもに真の神の力を見せる時だ。木は熟したということか。人間どもよ、我々の輝きにひれ伏すのだ。我が姿は世界、あがめよ、たたえよ、この気高くも美しい不死にして最強の神ザマスを感じるぞ。我が身一つに二つの力が溶け合っていく。奴の気が高まりだしてやがる。心地よい、我が身。フランクス、ブルマ隊長。小賢しいサイヤ人どもめ、とよく聞け。我この身で世界を照らす太陽なり、そしてこの輝きが正義と知れ。このザマスこそが宇宙の知恵、宇宙の本能、宇宙の力なり。この光さすところより消えよ。人間ゼロ計画は今日残る全ての命を消し去ることで完成する。そしてかつてない理想の世界が始まるのだ。何言ってやがる。調子に乗るなよザマス、貴様は俺が倒す。自らの弱さを認めるサイヤ人ども、我が神の偉大なる力を見せてくれよ。とさあ、大地を貫き全てを笑い流そう。神の世の到来を祝う宴の始まりだ。これこそが正義。終わりだ、孫悟空。ザマス、おめえの光全部貸してやる。愚かなりサイヤ人、消えるのは貴様たち人間の光だ。こちらだ、こちらだ。神の手で殺されるなど光栄なことだな。新たな時代の息吹をこの星に宿せ。絶対の生かたち。終わりだ、断罪してやる。その命をもって償え。聖なる激鈴、これが神の怒りだ。
こちらだ。また無事だ。合体するしかねえぞ。